初のお立ち台でポーズを取るルーキー2人、左から菅野剛、藤岡雄大イコール千葉、ZOZO マリンスタジアム、トカリ真嗣撮影、ロッテの新人2人がチームの開幕カード勝ち越しを牽引した。ドラフト2位の2番藤岡雄、トヨタ自動車は2安打1打点の活躍。同4位の6番菅野、日立製作所も2点的自打を放ち、お立ち台では共に大歓声を浴びた。お互いについて、いいプレーをするので刺激になるし、負けたくない、と藤岡雄が言えば、どんどん打って勢いづけてくれる。非常に心強い、と菅野、切磋琢磨を続ける二人が、チームの中で存在感を増しつつある。ZOZO マリン。